皆さんこんにちは、チョコンです。ということで今回もイフトボール2024月曜日恒例エピックガチャ、ビッグタイムガチャ見ていきます。さあアーセナルやってまいりました。ありがとうございます。いや期待値以上のものが来たんじゃないかなって感じですね。ポジトレが空いたことによってマルティネッリ結構輝くんじゃないかなって思うし、安定の富安、まあ、前回のねビッグタイム持ってる方は引くのか引かないのか、そんなところも考えていきたい。そしてもう一つやってきています、スパニッシュリーグガーディアンズ。同時搭載だとねちょっと薄れてしまいますけど、なかなかいいメンバーにはなっているでしょう。余裕あればねこっちも合わせて引いてみてください。ということで2つのガチャ B 固定一気にまとめていきます。ハイライトに関してはそれぞれの動画でまとめてますので、興味ある方は見てください。アーセナルの方はパーティーが強化枠でしたね。唯一ラリーガの方はオブラク結構強化枠、強めに強化されているし、ミリトンは通常と同じ上限でした。まあ、その辺が注目かな。ぜひこちらも確認してみてください。こんな感じで毎週紹介やってますので、ぜひチャンネル登録高評価の上確認していってください。ということでやっていきましょう。まずはラリーガの方からシャビアロンスとパスブースター。このいうタイプは大体全部パス、能力はこんな感じ。パスはちょっと振っておいてみたいな感じにしましたね。プレイメーカータイプなのでライバルが強いんですけど、まあ、身長サイズ感はピルロ、キミヒにはない特徴になってるから、まあ、強みはあるけど、スピードしっかり上げたいね。12振りです。キック力99になりました。スタミナちょっと低いんで途中交代、早めの交代、途中出場、そんなところ考えたい。守備数値なんかは比較的高く、特に守備意識めちゃくちゃ高いんで攻撃参加あまりしないかもしれないね。 OMF とかつけられるとまた良かったんですけど、 DMF なのでつけられません。ちょっと癖が強い、そんなところですね。スキルはこんな感じ。パス系中心に揃ってるんで、まあ守備は欲しいかな。マンマーク、ヤバト、ブロッカーないね、つけたいところ。過去との比較、まずはレジェンダリー、能力で圧倒してる。スキルちょっと違うんですけど、さすがに乗り換え。あとはスペインエピック、これもプレイメーカー同士なのでシンプルに今回の方が強いね。あとはリバプールのアンカー版もありました。能力は今回圧倒してるんで基本は乗り換えでいいと思うんですけど、プレイスタイルがねもちろん違うので、そこは好み判断分かれそう。さあ続いてフェレール、ハードプレスのハードワーク、プレイスタイルとブースターがガッチャンコ、いいリンクやね。こちらの選手今回センターバックになるんですけど、まさかの 170cm、 きつすぎる。右サイドバックが安定かな。もし使うとすればアプリでもできるようになったサイドバックをセンターバックに中央に寄せて変えて、そんな起用かな。まあ身長サイズ感あるから結局センターバックにすると不安残るんで、私だったらサイドバック。ちょっと右サイドで置くとレオンが左に来た時にね不利なんだよね。サイドハーフなんかも考えたいかも。薄い適性なんでねつけられます。そんなことをイメージして、スピード瞬発、ディフェンスラインだったらそんなにいらないけど、サイドバックでガンガン上げるならある程度振っていいかなという育成にしました。ただフィジカルなんかもサイドバックで使うなら影響してくるし、守備面もしっかり上げておきたいし、そんなところを意識した育成です。一応左サイドバックに本適性をつけることも可能なんで、そういうのはセンターバック登録になって強みにはなりますね。両サイドバックできると便利で良さそう。ただ逆足は低いです。スキル守備系揃ってるんでかなりいいところ。エアバトがないくらいかな。攻撃面で考えたらピンポイントクロス、スルーパスとか持っておくと便利かな。ダブルタッチなんかあると剥がしたい時に便利かも。そしてフェレール、過去との比較、レジェンダリーは圧倒かな。スキルも増えてるしシンプルに乗り換えでいいと思います。一応できる範囲が違うんで、レジェンダリーだと左サイドバックとかつけられないんで、まあ、そこは考慮に入れたいけど、まあ今回でしょう。そしてエピックバージョン、まあこれも今回かな。スキルもしっかり増え、寄せると分かりやすいですけど、まあこの差ですからね。最後ロベカルですね。なんとデュエルなんですよね。アジリティ系かなと思ったんですけど、まさかでした。ディフェンスセンス、ボール出しなども上がります。能力はこんな感じ。まあ圧倒的にサイズ感がこちらも小柄になるんで、サイドハーフ向きかな。一応5バックのサイドバックはギリありですけど、守備がちょっと不安残るよね。で今回スピードは一切振っていません。今回ブースターも乗るんですけど、キック力がねカンスト近くになるんで、まあ、これぐらいでいいかな。好調絶好調とか引いたらキック力99ですからね。でかつ今回ブースターキック力入ってないので100を超えるようなことはできません。スタミナも90超えてくるし、サイドハーフなら途中交代させるとかそんなこともあるから、これでもいいかな。で余ったところどうするか、ディフェンスちょっと振ればディフェンスセンス全て70以上、フィジカルも70乗せられる。あとは今回決定力1振りましたけど、まあ、そこら辺に振り分けるのは好みでどうぞ。ドリブル面もしっかりと90乗せたかったんですよね。この素晴らしい数値。パスもしっかりと振りながら、クロスとか上げる方ね多いと思いますが、そんなところ意識したい。サイドハーフ前提なら普通のそこいらのサイドハーフよりもかなりやれるんじゃないかなって感じ。かなり攻撃的なスキルもそんなところ生きてきそう。ワンパスルパーがないんでね、ぜひつけたいですね。ディフェンスラインに置くなら守備がっつり。過去との比較、まずはレジェンダリー。 DMF が薄い適性あるんで、 DMF とかで使いたいならワンチャンレジェンダリーですけど、能力は今回です。そしてビッグタイム、まあ、今回は足元パスがちょっと落とされてるんで、
サイドハーフとかで起用するなら別に過去版でももしかしたらいいのかもしれない。まあ、バランスを取るならまあ今回ですけど、スキルは全然全く過去から全て変わってないで、ブラジルエピックとも比べてもしっかりと強くなってるし、ブースター版で考えるともちろん今回イベントで使えるんですけど DMF できましたからね、まあ、わざわざ乗り換えるほどじゃないかな。全体的に負けてて今回オフェンスセンスやボールキーパー高いね。ではアーセナル側行きましょう。まずはカイ・ハバーツ、リンクフォワードの今回フィジカルブースター。今回のアーセナル選手はどの選手も昨年の10月のマンチェスターシティ戦から来てるみたいですね。全員なんとスパサブ持ち。能力はこんな感じ。まずはリンク発動のセンターフォワードなど、フォワードの位置で使いたい方向けですね。まあ、しっかり脚力、クイックネスは多めに振るかな。まあ、ドリブルとかはまあ最低ラインに乗せるような感じ。パス振ってないけど初期から高いのはいいですね。このサイズ感を生かしたクロスなんかもかなり対応できそうですし、ゴリッとしたボールキープからシュートなんかも狙っていけそうですが、ちょっと今回ディフェンスのアップデート入ってディフェンスがかなり強い印象あるんで、ちょっと重たさ含めてボールを入れた時にそこでキープできるかは腕次第になってしまうんで、ちょっと万人受けしにくいのかな。むしろシュート、エアバトなんかを減らし、パスとかを強化した中盤育成の方が向くかも。リンクも発動しないし、ワンチャン CMF を開けてサイズなんかも活かして守備にも貢献できるようなスーパーサブとしていいかもね。途中から出すんでリンク発動すると裏抜けの頻度とか考えたら中盤向きかなって感じ。スキルはこんな感じ。ワンタッチパスがないのでとりあえずつけたいのと、ダブルタッチやヤバと、その辺は好みですが何個かつけたいね。過去のハバーツとの比較、一番最強のハイライトがこれかなと思うんですけど、同じリンクフォワードになっているんで今回圧倒的に勝利でいいでしょう。特にブースターが乗るフィジカルが違いすぎます。さあ今回冨安も注目されますが、マルティネリも結構いいのよね。ストライカーセンス最高のブースターつけました。今回センターフォワードをポジトレ来たんで開けられるんですよね。まずはセンターフォワードをイメージしてみましょう。スピード瞬発、足は速く、途中からこの人出てきます。スタミナ高いですね。決定力、しっかりと決めきる力もあり、キック力も90弱ありますよね。足元も完成されている。まあ唯一言うなら逆足頻度が低いことかな。まあ、サイズはムバッペくらいの178センチ。いや普通に強いですね。まあ、フィジカルがちょっと低いんで、ムバッペ、ルンメニゲはねそこら辺も持ってるから、その強みっていうのはないんですけど、それ以外のものはムバッペ級、ルンメニゲ級と言ってもいいかもしれません。一応ウィングも起用できるんで、起用幅もしっかりと持ちながらセンターフォワードという選択も取れる。いやかなり強いなって思いますね。特にポジトレ来たことによって彼の魅力は非常に増したと思います。ここからスーパーサブ込みでシュート系なんかも取り揃ってるね。パス系がないのでつけたいのと、意外とダブルタッチ持ってないんだね。そして過去との比較、一番強いハイライトがパックだと思いますが、まあ言うまでもなくです。そしておそらく絵柄が一緒なんで同じ試合から来てますね。週刊 FP との比較、上がり下がり激しいですけど、なぜこうなったんでしょう。そしてスキルが違う、どうしたんでしょう。同じ試合から来たのにどこを見ていたのか、ちょっと突っ込みたいところは多いんですけど、まあ今回でしょうね。 B 固定なの。ボールキープ12違いは別人だ。さあ今回注目の冨安さんです。フィジカルなんですよね。ブースターがちょっとうーんって感じですけど、しょうがないでしょう。しっかり守備的できてくれましたし、左サイドバックも空いてます。まあどこで起用にするにしても守備がっつり上げてください。今回は14フリートし、しっかりディフェンスセンス95を超すようなイメージは持ちました。守備意識めっちゃ高いですね。スピードはディフェンスラインでこれくらいあれば十分だと思ってるんですけど、不安な方はね90なんかも目指せるんで、まあ、やってみてもいいかもしれません。正直いらないと思ってます。特にロングカウンタースタイルならば。エアバトは5フリートしました。あと1振れればね90いくんで、見栄えも良かったんですが、しょうがない。スタミナしっかりありながら足元の完成度は高く、今回も逆足最高最高で B 固定。まあ弱いはずがなかろうって感じ。センターバック想定で裏走行値が104らしい。ここから彼もスーパーサブですが、まあスタメンフル出場でいいでしょうね。ガンガン攻撃参加させるサイドバック起用してるなら途中からこの選手を出すのはありだけど、さすがにこの能力を途中から出す意味はあんまりないと思うんで、フル出場でいいと思います。守備系は言うことないんで、まあ、追加するならパスぐらい。過去の冨安との比較、ハイライト一番最強は投票 FP かなと思うんですけど、まあ、できる範囲ですね。左サイドバックはいいんですが、中盤までできるのが投票 FP とかの強みかな。能力は圧勝ですし、スキルも圧勝、取り替えです。そしてビッグタイムとの比較、注目ですね。今回登録が逆サイドバックになってるから、もしサイドハーフ開ける人がね、もしいれば、そこが違うくらいかな。まあ、スキル数がかなり増えてるんですけど、ディフェンスラインで絶対必要なところは初期から、ビッグタイム前回のものも持ってたから、まあ、そんなにスキルの違いはあんま意識しなくていいかも。これお任せ育成してるんで、ボールダッシュがね、かなり下がってるように見えるんですけど、例えばフィジカルとか足元は初期から今回高いので、まあ、そこを補ってあげると、こんな感じ、あまりある強さっていう感じになるよね。ここからスパサブ1を乗るんで、まあ今回に乗り換えられる方は乗り換えだと思います。
ただ前回の冨安十分強いんで、まあ、契約更新をねしていけるなら50ボックスこれ取れたのえぐいね。そこの判断は変わると思います。まあこちらのガチャはね余裕あったら引いてほしいんですけど、メインはこっち、マルティネリ含めて普通に引いていいガチャだと思います。コインある方はぜひどうぞ。特に始めたてでコインが5000以上とかあったら引きに行っていいんじゃないかなと私は思います。特に冨安持ってない方はね引いてほしいし、マルティネリもその中でゲットできると最高です。ハーバーツは好み分かれそう。ぜひご検討を、そして公開内容を。今回以上です。ではまた。